奴らが僕の名をゴブレットに。誰の仕業かは分からないが、明らかに君を陥れようとしている。死者が出るような危険なトーナメントだぞ。僕自信ないよ。だが逃げることはできる。今日は白デッキを始めたいと思います。うん、白デッキ。これが本当にすごい。最初に天空冒険クラウンソーラー、うん、チャージ自分のスピリット回復効果の対数を1体するプラス1体する。グレイブ条件コスト51体。自分のスピリット回復効果の対数をプラス1体する。このスピリットのバトル時、ブレイブでいない自分のスピリット1体を回復させる。ナウマンガ、ナウマンガル。相手によってこのスピリットが破壊された時、自分はデッキから1枚ドローし、3枚ドローし、ボイドからコア3個を自分のリザーブに置く。自分のアタックステップ終了後、ドローステップ、リフレッシュステップ、メインステップのうちどれか一つを行う。このターンの効果はターン1回にしか使えない。下。トルマリンドラグーン。相手のバースト1つを手札に戻す。この効果発揮後、自分のアルティメットがいるとき、このスピリットのカードを召喚する。相手によるこのスピリットの消滅時、ボイドからコアを1個このスピリットに置くことで、このスピリットは疲労状態でフィールドに残る。このスピリットが相手の効果によって破壊されたとき、このスピリットは疲労状態でフィールドに残る。それ全部だ。なぜだ。わかんない。今日は短いけど。その代わり何か。さっきのハリー・ポッターのシーン最後まで見せてやるよ。奴らが僕の名をゴブレットに。誰の仕業かは分からないが、明らかに君を陥れようとしている。死者が出るような危険なトーナメントだぞ。僕自信ないよ。だが逃げることはできる。誰か来た。トムのそばを離れるな。誰と話してたの。え、誰が話なんか。声が聞こえた。寝ぼけたんじゃないの。いつものことだろ。新聞のインタビューの練習でもしてたんだろ。
独り言。あ、ごめんね。ハイランド。ハリー、ヘドウィグは目立つので使わなかった。ワールドカップ以来魔法省が黒帯の検閲をしているから君に話がある。